昨日始めたのですが、やはり強くなるためには最上位のスキルを持っていなければいけないのでしょうか。それともエンジョイ勢ならそこまで必要ないのでしょうか。環境スキルとガチャの中あたりぐらいのスキルの強さの違いがわからないので教えてもらいたいです。こういった質問が来てるんですけど、正直ものすごく答えづらくて何日か悩みました。これ本当に答えづらくて、で先にタンクの動画とかもやろうかと思ったんだよ。なんかその環境みたいになってくると、そのさ環境スキルの定義みたいな、ストーリーだけなら直見もっとあれば、まあそうだね、ストーリーだけならね。いやそう、なんかそのさ、俺が環境スキルって言ってるのはそのヤシャとかカオス175に強い武器かとかさ、まあ、タンクの動画先にやろうかと思ったんだけど、この最上位のスキルって何みたいな討論会、まあそうだね、討論会みたいな、最上位スキルって何。なんかさ、いやでも多分これさ、昨日始めたのですがってさ書いてあるじゃん。多分始めたばっかの人って、あの SAO だけ知ってるみたいな人が多いと思うんだよ。で SAO だけ知ってる人って、例えばそのあのスターバーストストリームとかさ、そのなんだっけ、それのなんか上のさソードスキルあるじゃん、なんだっけ、ジエクリプスだっけ。でそういうやつって最上位スキルとか呼ばれるから、まあそういうイメージでこの最上位スキルって言ってるんだと思うんですよね。でそれともエンジョイ勢ならそこまで必要ないのでしょうか。まあ超当たり前だよね。エンジョイ勢だったらさ何もかも必要ねえじゃんって話なんだけど、エンジョイすればいいだけだから。まあスキルいっぱいあったら方が、まあエンジョイできるといえばできるけど、まあ、始めたばっかなら正直どのスキルでもいいんじゃないと思ってるの。まあそうね、環境スキルとガチャの中あたりぐらいのスキルの強さの違いがわからないので教えてほしい。最上位スキルなんてものはない、残念。笑わすな。最上位スキル、なんかさ、パワラさえあればいい。まあな、まあ極論だよな、それは。でもね、この環境スキルと中あたりぐらいの、まあ、スキルの強さの違いがわからないって、そう、ざっくりなら答えられると思うんだよ。でもこれさ、火力を目指すのかとか、タンク目指すの、バッファー目指すのっていうのでもちょっと変わってくるんで、だと思うんですよね。で、なんかその、俺が最強クラスのスキル紹介動画とかやってる時って、大体その火力組になることを前提として話してるんで、だけどそれで言うと、その、俺のその、そういう動画での、その最強クラスのスキル紹介でいうところの、その最強クラスの定義が、まあ、そのヤシャとかカオス175を周回できるようなスキルっていう定義でやってるから、そう考えるとタンクも最強クラスになるじゃんって。だってヤシャ回れるスキルじゃん、みたいな。そういう話になってくるんで、揃って最上位スキルならモッドだけど、まあそうだね。まあモッドと、まあ中身がないとピーマンなんで、ガチ勢になる人も最初はエンジョイ勢。まあそうだね、まあ、うん。まあそうだね。最初はエンジョイ勢といえば、まあエンジョイ勢と言えますね。まあとりあえずは、まあパワーライズから紹介していきましょうか。その、あの何が最強かっていうのでさ、まあ言いたいだけなんだけど、まあこういうさ、その、攻撃力が800上昇、これ、貫突すると800上がるんだけど、まあ、これがものすごくて、タンクならディアーベル持っとけ、最上位スキルやぞ。まあ、確かにタンクならそうだね。解説とか作るならアタッカー用でモッドとその中身、タンク用のスキル、あとアビで汎用的に強いやつ。どうなんだろう。まあ、タンクの説明するとクソ長くなるから、タンクは別の動画で後でやります。まあ、とりあえずね、まあ、なんで、何をもって最強とか言ってるかって話、最強クラス。で、このね、あの、ま、800ストーリー序盤だと、まあ、限界突破難しいだろうから、まあ、進化強化で考えても、まあ、限界突破1回もしてなくても、まあ、660上がるんですよ、攻撃力が。まあ、これが何を意味するかっていう話なんですけど、始めたての人だと、
そのストーリー最序盤でも、例えば、まあ、攻撃力が、まあ、ここ今、俺7500とかになってるんですけど、最初さ、ここの数字がさ、その50とか100ぐらいだとするじゃないですか。で、そしたら、まあ、この、パワーライズっていうね、アビリティつけるだけで、もともとその、例えばその攻撃力50、100だとしたら、これで800？まあ、少なくても660上がるみたいな感じじゃないですか。で、アビリティつけるだけで攻撃力が50だったら、例えば710とか、100だったら760になるんですよ。もうストーリーで、それも最初版かなり楽な、だと思うんですよ。まあ、それが多分始めたての人だと結構ね、わかりやすい。例えというか具体的な話なんじゃないかなって。で、まあそのレベル1上げても攻撃力とか防御力って上がってもせいぜい1とか2くらいなんですよ。まあこういう、まあ、ステータス上でさ、アタック1、2くらいなんですよ。まあ3とか4とか、まあアビリティのさ、攻撃力何パー上昇とかでさ、熟練度スキル何パー上昇とかで変わるけど、で、まあ多分今はまあ、レベル120とか130あたりからちょっと上がりにくくなってくると思うんですよ。まあ、昔はね、そのパワーバランス調整前はレベル90いくつとかからきつくなってくるけど、まあ、今はね、ちょっと新規プレイヤー向け調整とかがあったので、まあ、レベルは上がりやすくなってるかなって、そのストーリーでもらえる経験値が上がって。で、レベル100上げたとして、まあ、例えばですけど、レベル1につき攻撃力が1上がるとするじゃないですか。まあ、今ちょっと違うかもしれんけど。で、まあ、レベル100上げても攻撃力100上がるとしたら、まあ、もしかしたら、ま、1レベルで2とか上がるかもしれないけど、それでも攻撃力200なんですよね、上がるの。で、それって、そのこのさ、その例えば660とか800に到底及ばない数値なんですよね、100とか。だってレベル100までようやく上げてそれくらいでしょ。これ8倍だから800だったら。だってレベル800ぐらい上げたくらいの強さだから、これって。つけるだけで。オーダーで当たったら。最初期なんて5層のストーリーすらきつかったのに。確かに。12層まではね。あ、12層まではね。そうだね。あいつ硬すぎ。で、ま、なんかそのさ、例えば、まあ、こういうさ、攻撃力が何パー上昇っていうやつあるじゃないですか。これは自分のステータスの何割か分じゃないですか。でも、まあ、こういうさ、800って固定値なんですよ。整数分で上昇するんで、自分のステータスに関わらず、ステータスを底上げしてくれるんですよ。自分のステータスの何割か分じゃなくて、これつけるだけで、その基礎ステータスを勝手に上げてくれるみたいな。基本ステータスみたいな。だからその強いっていう話で、ストーリーでも。うん。だからまあ始めたばかりの人にはこういう説明したらわかりやすいんじゃないかなって思うんですけど。でまあこのゲームね、その始めたての人とか、まあこれから始めるとかまだ始めてない人はわかんないと思うんですけど、ストーリー終わってからが本番なんですよ。でもね、このスキルね、ストーリー終わってからもね、強いんですよ。まあ例えば、まあ、こういう英才の戦闘術エイジとかだったら、まあ、中当たりスキルとも言えるんだけど、人の見方によってはマジで大当たりスキルだとも言えるんですよね。なんか所持スキルによっては当たりだとも言えるし、もうステータスによってはね、すげえ当たりだとも言えるし。でも、まあ、始めたての人にとったら、やっぱ、ほんと最序盤はめちゃくちゃステータスが低くて、まあ、バフとかデバフ使ってもそんなにダメージ上がってる感じしないみたいなところがあるんで、こう強くなればなるほど、こういうバフデバフの重要性が増していくんですよ。高いダメージ出せるほど、こういうバフデバフで上がる威力がどんどん上がっていくんで、じゃあ、例えば、この、腕利きのカジヤ・リズベットっていうスキル。これが、中当たりかっていうと、俺は個人的に大当たりだと思ってて、で、これ片手コンでありながら、突属性の弱点ダメージが上昇するバフ効果があって、しかもパーティーメンバー全員に及ぶんですよ、この効果が。で、これタンクやる場合も使えるし、バッファーで行く場合も使えて、で、まあ今結構その強い人が行く85層フロアボス周回。迷宮区でこれすごい使えるんですけど、でも始めたての人にとったらやっぱこういうバフとかもそんな強いって感じないんですよ。でもまあいろんな場面で使えて、もう強くなればなるほどそういう価値って変わってくるんですよね。
俺個人的には本当に大当たりだと思ってるんですけど、このスキルは。でも多分始めたての人にとっては中当たりくらいなんじゃないかなって思ってて、打属性なのに突属性ステータスアップってどういうことですか。よこせよこせそう、ほんとね、みんなね、そのよこせよこせっていうぐらい欲しがるスキルなんですよ。もうそれくらいね、当たりだって言っていいスキルなんですよ。でも、まあ、始めたての人が引いたら、あ、なんか微妙だなとか思うかもしんない、知識ないと。もうそういう話、もう知識あるかないかで随分違う。あとはこういうハッピークールダウンアスナとか、これなんか回復系とか、これスキルレコードによる HP を徐々に回復するバフ効果中とかついてるから、マジで使いにくいじゃん、弱ーとか思う人もいるかもしんないんですよ。でも、俺もそう思ってたんですよ、実は。でもめちゃくちゃ使えるんですよ、これ。めちゃくちゃ使える。まあ、めちゃくちゃっていうほどじゃないかもしんないけど、場面によってはほんと使える。まあ、今で言うと、まあ、例えば、まあ、56層ストーリーをクリアすると、まあ、56層って100層の次に実装されたところなんで、100層より、100層っていうか、まあ、91層とかより敵が強いんですけど、まあ、この HP を徐々に回復するバフ効果中っていう効果があって、まあ、これで満たせるんですよ。さっきの、このハッピークールダウンアスナの安心戦闘さんってやつ、HP を徐々に回復するバフ効果中って。こういうのを満たせるんで、例えば、その、こういう、先導するダークエルフキズメルっていう配布スキルを、小春に装備することによって、まあ、発動することもできるんですよ。まあ、小春ってこういうね、その、まあ、こういうね、パートナーがいるんですけど、まあ、この小春ってソロの時に常にね、一緒にいるキャラなんですけど、まあ、これが、まあ、これがっていうと失礼か、この人が、まあ、打つバフ効果はなぜか自分にかかるっていう意味わかんない仕様があるんで、まあ、それで使えるっていう話で。まあ、結構ね、これね、外れって思いがちなんですよ。思う人めっちゃいるんですけど、俺めちゃくちゃ使いました。カオス 135? カオス討滅戦のカオスカガチっていうところで。まあ、こういうのね、スキルね、一枚一枚全部いっていくとほんとキリがないですよ。で、行ったところで、その始めたばっかの人には強いのか弱いのか多分ピンとこないと思うんですよ。だから本当にざっくり言ってくしかないんで、まあそういう動画にしようと思ってるんですけど、まあ始めたてだと、うん、本当にさ、やっぱ IF のことほとんど分かってない人がね、ほとんどだと思うんで、でやっぱぼんやりとさ、ストーリー終わったらこのゲーム全部終わりじゃねえとか、まあ、とりあえずレベル上げとけば強くなれるんでしょうみたいな。なんかそういう人が多くて。で、ほぼほぼ知識ないせいで、頭の中お花畑状態になってる人もね、やっぱいっぱいいると思うんで、まあ、言っていくと、で、まずね、その、俺が環境スキルって言ってるのは、ね、メニュー、アイテム、強化交換、生産って進んで、で、この、まあ、どれか武器選んで、で、この、まあ、下の方行くと、まあ、このアスタロトっていうのがあるんですよ。片手直剣だと。で、装備可能レベル181なんですけど、今ね、この動画撮ってる時点だと一番強いのが、まあ、これのアスタロトっていう、夜叉インテグラル武器っていうやつなんですけど、これが一番強くて、まあ、ボーナスがね、ボーナスっていうのがあるんですけど、まあ、生産した時に、ボーナスっていうものがついて、その数値分だけね、装備した時ステータスが上がるんですけど、まあ、こういうやつとか、まあ、今装備可能レベル高いやつ。一番高いやつがこの175ってやつで、まあ、明国なんちゃらってやつ。こういうのを、まあ、作るために、まあ、周回するボスに有効なスキルのことを、まあ、大体その環境スキルみたいな風に言っていく感じでやってるんですよね、大体。アスナの左にあったアリスは強いの？アスナの左にあったアリス。アスナの左にあったアリスって何？アスナ、これ？これ？これ？これは、俺もね、すげえこれさ、強いのってすげえさ、悩んだこれはさ、で、シャインコンバージョンっていう効果あるじゃん。なんかね、俺使ってみた感じ微妙だったけど、もしかしたら、使う人によっては、
強いのかもしんないけど、まあ、これもね、同じシャインコンバージョンっていう効果があって、まあ、パワーライズもついてるんですけど、まあ、同じセット内でリーファー1枚以上っていうね、効果もあるんですけど、まあ、これあったら、あんま使わないような気もするんですが、このさ、湯上がりアリスって、どうなんだろう、同じセット内でアリス3枚以上の時とか使うのかな、ちょっと俺もわかんないんですよね。これは、まあ、コンビネーションとかもついてるけど、65% なんで、まあ、例えばスキル威力1500あるとしたら、1565になるだけなんで、まあ、強化しても75か。まあ、指輪対応効果だから、どうなんだろうね。ただ初心者はまずはノックスなどの25層とかかな。あ、そう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 。そう、初心者は、まあ、さっき言った、その、夜叉インテグラル武器みたいなのがあるんですけど、まあ、最初は、まあ、ちょっと、その、なんとかインテグラルシリーズの中でも弱い、このノックスなんちゃらから作るのがおすすめなんですよ。まあ、武装石8個ぐらいあるけど。うん、そうそうそう。だから、まあ最強最強言ってるけど、まあこういうのを作るための集会で、でも始めたての人はすげえ後の話になると思うんで、まあまずはこういうね、ノックスとか、まあ、ルクスとかになると思うんですけど、まあそれを集会するための、まあスキルレコード紹介って言っても、まあ正直、片手直剣のモッドスキルに、双剣士の記憶遊女っていう、まあ、こういう、これ常設イベントで手に入る、スキルを装着してやるのが、まあ、すごく良くて、まあ、それで正直十分なところはあるんで、アンコールアナザーワールドとか、アンコール不思議な二人とか、そういう常設イベントで手に入るんですけど、これつけてしまえばね、手軽に高いダメージが出せてしまうんで、まあ、50層以下ならこれでいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、50層より上だと、まあ、属性耐性あったりして、結構きついので、最初は廃課金かつ時間ある人なら3ヶ月はかかるよ。まあほんとね、そうそうそう、ほんとそう。正直85とか回るってなったら1年後とかじゃない。まあ確かにもう1年でも早い方かもしれない。まあだから、その、夜叉とか、カオス175とか、まあ一番強い、その防具を作るために必要なスキルみたいな。そういう定義でいくと、その火力出すためのスキルだけが環境スキルではないみたいな話になって、まあ、さっきも言ったけど、まあ、夜叉集会にはタンクが必要不可欠だから、まあ、タンクの必須スキルも環境に入るんじゃないかみたいな思ったんですけど、まあ、それはね、あまりにも伝えようとすると長くなりすぎるので、まあ、後でね、やろうかと思ってるんですけど、で、まあ、そのタンクのスキルは、正直、その無料オーダーとかで揃ってきたら、まあ、やるくらいでいいかなって思います。まあ、タンクやるにしても、まあ、明国防具作った方がいいっていうのはあるんで、やっぱ防御力高くなるじゃないですか、こういうの作れば。で、耐久力が上がると思うんで。まあ、ある程度やっぱ周回できる方がいいと思うんですよね。で、最初はやっぱ、強くなるために熟練度スキルとか上げた方がいいっていうから、まあ、この熟練度スキルを上げるために極意の針瓶っていうアイテムが必要になるんで、まあ、こういうのね、フロアボスから、まあ、11層以上だったかな。なんか、倒すとね、ドロップすることがあるんで、中瓶とか大瓶とか。まあ、それがすごくいいので、やっぱそういうのね、ある程度周回できる方がいいっていうのがあるから、まあでもそういう、その夜叉とか冥国、一番強いやつみたいなのは言ったんだけど、それよりちょっと、まあ弱いやつ、その、まあノクスとかルクスとかから作ることになると思うけど、そういうやつを作るために周回するボス、まあそういうボスに使うスキルを、まあ、純環境スキルって言っていいのかなってちょっと思ってますね。まあ、こういうロッソインテグラル武器とか、カオス155とかの周回で使うような、まあ、スキル。まあ、純環境って言っていいのかな。まあ、例えばさ、その、なんだろう、お茶会最初アリス、これさ、まあ、なんかそのカオス155に使えるみたいな話、なんか前最強クラスのスキル紹介みたいなのでやったけど、これ、全体攻撃ですごいね、やりやすいんですよ、モブ狩りが。で、めちゃくちゃ便利なんで、正直、まあ、カオス175に残性の直剣モッドがいいって言ったんですけど、やっぱね、結構詳しい人とかもね、これあるとめちゃくちゃ便利だからよくね、みたいな。
まあいろんな集会、まあイベントとかでもすげえ使えるし、よくねみたいな話したんで。まあだからそういうのね、まあこれは環境スキルとも言えるし、循環境とも言えるし、いやこれはもう環境と言っていいかな。これはすごい便利なんで。まあそういうの、うん、まあその環境スキルとか中あたりとか、なんか分けてほしいみたいな話だったから言ったけど。だから、まあその、このね、その最強スキルと、最強スキルっていうか、この環境スキルとガチャの中あたりぐらいのスキルの強さの違いっていうけど、強さ的にはそんな違いがなかったりするんですよ。モッドスキル同士とか覚醒スキル同士で比べても。強さの違いっていうより、どのボスに有効かなんですよね。で、まあその、そうだね、単純に強さの違いっていうより、あ、そうそう、こういうね。前にフロアボス弱点属性っていう記事を書いたんですけど、まあ、ここにね、その属性耐性とか書いてあるんですけど、まあ、この50層より上の階層ですね、61層とか74層とかになってくると、弱点属性以外全てに属性耐性がついてるので、それがめちゃくちゃ大きいっていう話なんですよ。だから、弱点をつける、その属性のスキルレコードが強いっていうだけで、まあ、火力の差もあるのかもしんないんだけど、例えばこういうね、突飛の、あの、モッドスキルだと、85層フロアボス弱点が突飛なんで、これがすごい効きやすいっていうのもあるし、まあ、ブレイクゲージね、ここ35って書いてあるんですけど、まあ、これ35も削れるんで、あの、ブレイクタイマー。まあ、ブレイクゲージ増加量が多分35ってことなんだろうけど、まあ、これがね、このスティッチ系は結構削れるんですよ。あの、ソードスキルモーション。で、すごく使いやすい。これ、シノン3枚以上装備時ってこれ書いてあるけど、弓使えばね、3枚以上装備は結構ね、楽なんで、まあ、これ以外にシノン2枚入れるだけでいいんで、まあ、大体もう、そうだね、強いって言ったらそれくらいになると思います、説明は。